はい、こんにちは。今回はね、新作のバトルロイヤルゲームをプレイしていきます。名前がレルムロイヤルかな？ちょうど6月5日ぐらいに出たばっかりなんでね、早速プレイしていきます。事前知識とかね、あんま入れてないんで説明できないんですけど、まあ、見てくださいっていう感じですね。特徴としてはね、クラスが5種類ぐらいあって、まあ、なんか戦士系だったり、魔法使いだったり、なんかいろいろあるみたいです。で、モードもね、ソロがなくて、スクワットとデュオしかないんだよね。なので今回はデュオでプレイしていきます。で、やっぱ雰囲気ね、フィールドの雰囲気が、なんかファンタジーチックでいいですね。雪とか、平地とか、山だったり、山岳地帯だったりあって。で、この宝箱、リボルバーをゲットしていく。まあ、わかりやすくてね、アイテムは宝箱の中にしかないですね。この、箱を開けて、武器とスキルをゲットしていくみたいな感じですね。で、リボルバー、初期のリボルバー。白いんでね、全然レア度が一番低い武器で敵を撃っていく。さあ、あれはウォリアかな？で、スキルを使って急速接近しつつ、リボルバーを当てていく。さあ、どうだ？おっと？ヒヨコになった。そう、ダウンするとね、ヒヨコになるんですよ。で、この状態でね、20秒ぐらい経てば元に戻れるんだけど、この状態でやられるともう終了。ってことで、1キルしていく。アイテムをゲットして、おっとなんか撃たれたぞ。ちょっと逃げていこう。さあ、この移動スキルが強い。このエルフ使って勝ちに行きましょう。まあね、武器とかもそんなに種類ないんだよね。だからリボルバーと今持ってるこのライフル、クロスボウに、なんか3連射ぐらいできる。ハンドガンだったかな。なんか毒付きのハンドガンがあるんだよね。と、あとスナイパーライフル的な感じ。あとこのゲームね、なんだこの右上のマップに鍛冶屋アイコンあると思うんだけど、そこでアイテムとか武器とか作れますね。で、そのね、作った武器がすごい強いらしいんでね。おっと、さあジャンプしている。上から狙ってこうが、下から早速、リボルバー当てていく。よーし。はい、2キル。2キルじゃねえかも、3キルしてんのか。さっきヒヨコがいきなり出てきたからね、ちょっとびっくりしたんだよな。まだ音が聞こえる。右の方、右の奥で戦ってるんで、ライフルを使って当てていきたい。さあ、こういう時にね、こうやって、移動スキルを使って、さあ、腕。当たらない。なんだこの銃は。あ、なんか感覚が違うな。俺の感覚に銃がついてこれてない。なぜだ。ちょっと違う武器にしようかな。あ、他にもあったんだよな、武器。ちょっとさっきのあの、毒の三連射を使ってみたいです。これか。ポイズンピストル。これちょっとどうだ。全部なんか、レア度が一番低いんだよな。さあ出てきた。こちらに気づいてない。さあ、TPS の有利を生かして、撃っていく。あ、なんかすごい、めっちゃ数字出てるけど、一発の威力がかなり低い。さあ、ヒヨコ、撲殺していく。で、あ、なんか、武器とか防具とかいろいろあるけど、先に回復をしておきたいね。で、気づいたら、味方がやられてますね。もうこれはソロと同じかな。もうやられちゃってるよ。おっと？中にいたか。お、ずれたね。ちょっと上に行こう。こうやってね、結構移動スキルを駆使して、ファイヤーボール。おー、奥にいる。奥にいますね。さあ、連射できるハンドガンで、相手の移動を潰していく。隠れたな。よーし、倒した。さあ、あとは近づいて、ニワちゃんをサクッと倒していく。よし、これで5キル。なんかここ、すごい人がいるな。結構人が多いですね。回復アイテム。ヘルスポーション。クロスボウいらないかな。なんかクロスボウね、好きじゃないんだよね、あんまり。で、この、今取ったね、この、銃、結構使いやすいです。
で、アーマーを回復させて、さて、人がもういないんでね、自由にやりましょうか。そろそろあれかな、敵を倒して肉をゲットしているんで、伝説の武器を作りたい。さて、これだね、このクラスウェポン、これを作りたいんだよね。さあ、アーマーも作っていく。で、作ってる間にこの辺の物資を回収しておこうかな。お、上になんかあったね。ヘルム、いらねえ。いらないやつはね、こうやってなんかクリスタルに変換しておくといいです。あ、さっきの鍛冶屋でね、このクリスタルを使って武器とか防具とかね、スキルとか、まああとポーションとかも作れるんでね、いらないものは全部クリスタルにしておきましょう。お、なんか死体かな、あそこに死体があるんで、ちょっと効率をね、漁っておきましょうか。はい、変換変換。お、なんか武器撃つ音が聞こえたけど、結構やっぱこの辺人気なのかな、すごい人がいるな。まあまだこれプレイして何回か、2回目か3回目ぐらいで、まだ全然わかんないんだけど、やっぱね、さっさと伝説の武器作って、おっと、びっくりした。さあ当てていく、このライフルを当てていく。結構威力が高い。よし、よし、倒した。あと、ひよちゃんを、ひよこをね、サクッと倒して、移動スキルを使って距離を詰めていく。ほら、よし、倒した。これで6キルですね。で、このね、凍るやつがなかなか使いやすいんだよね。あの、無敵になるし、回復もするしね。いや、ヘルムとかはいるけど、他いらないな。あれ、つうか、俺の武器は俺の武器どうなったんだよ。作って、もう取られたのかな、もしかして。せっかく作ったのに。まあ次のとこで作るから、全部クリスタルに変えておこう。おっと、上の方に。びっくりした。うわ、危ねえ。うわっつ、これもやられた。くっそ。逃げろ逃げろ逃げろ。鈴鹿目の前に、もう絶望的なんだけど。やばい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 。おっと、さあ逃げていく。相手は意外と当てれていない。やばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ。超追ってきてっしょ。あ、そっち、今度そっちか。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。3、2、1、アイス、アイス使えば無敵になれる。さあ、復活した瞬間にアイス使って回復して。あぶねえ。さあ、移動スキルを使って逃げていく。うわぁ、怖いよ。どこ行った？あ、出てきた。くそ。あ、当たんね。うわ、またひよこが。やばい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 。逃げろ逃げろ。どうしようこれ。どうしようねえんだけど。やばいやばい。木を使ってね。意外と当てれてないですね。おーっと、ダブルひよこ、どうしよう。あ、ちょっと待って、俺気づかれてないな。そっと木の裏に隠れようかな。あ、見えてる見えてる見えてる。だから木の裏にいるんで当たらない。で、そこ逃げよう。よし。うわ、めっちゃ危なかったっしょ。すげえやばかったんだけど。ちょ、逃げよう。さっさと馬を使って距離を離していく。いやー、危なかった。絶対死んだと思ったかな。ひよこになったらほんときついんだよな。しかも、あのひよこうるさいんだよ。ピヨピヨ鳴くからすぐ場所がね、バレるんだよね。まあ、ピヨピヨとか結構結構言ってんのか。まあ、鳴き方は国それぞれだ。さあ、一応範囲外なんでね、範囲の中に入っていきましょうか。ちょっと怖いんで、
さあ、だいぶ逃げてきたぞ。範囲のど真ん中を突っ走ってるけど。で、残り17人だね。残り17人います。さあ、もうさすがに追ってこれてはいない。おっと、マジ？マジ？どこ？あ、すげえスナイピングされてる。ちょっと逃げようか。まあ、幸いここ砂漠なんでね、起伏が多いんで、この砂山の奥に隠れたりして相手の車線を切っていく。さあ、車線通らないような位置取りをして。どうしよっかな。ちょっとね、伝説の武器を作ってないんで、作りに行こうと思います。あそこの鍛冶屋。さっき作ったけどなんか取られたっぽいからな。待てよ、なんか音が聞こえた。ライフルの音が聞こえている。いる、いや、つかいるんだよな。いや、めっちゃ音聞こえてるでしょ。いるんですよ。こうやっぱね、製造するとこって人気なんだよね。まあ、周りに家も多いからアイテムも多いし。作動する。いや、だからなんかこのマップの雰囲気が結構いいね。ファンタジーチックで。ファンタジーチックつかファンタジーか。いや、なんかめっちゃ撃ってる。めっちゃ撃ってますね。おっと、エルフのスキル使ってるね。あ、いたいた、奥に行ってる。で、馬乗って、上来て、ちょっと隠れよっか。ちょっと隠れましょう。さあ、うちの猫がニャンニャン鳴いてますけどね。今はそれどころじゃない。範囲内には入ってるな。どうすっかな。ちょっと早めに作りたいんだよな。入っちゃうかも。ここでスキル発動する。よし、誰もいない。さあ、伝説の武器、伝説の防具を作っていく。ここでちょっと待つか。さあ、そろそろできる頃が。お、できてるね。ストーンスピア。と？何これ？あ、足？お、結構これで強化されたんじゃないの？ストーンスピア。他はいいか。さあ、これで。あー、結構範囲遠いな。ちょっと馬使って急いで行った方がいいのか。ちょっと待って、まず上行こう。飛んで、さあ、ここまで来たぞ。それか、後ろから来る後続組とかがいないか。一応これデュオなんだよな。デュオだから、いや、きついな。ソロでどこまで行けるか。時間がないんで、範囲の中に向かっていく。さあ、出方を見たい。人影が見当たらないんだよな。あの奥。結構やっぱ範囲ギリギリんとかはね、暑いんでね。いる前提で見ていきたいが。よし、ちょっと移動しよう。さあ、馬を使って。こっちはいないかな。あの岩と岩の間のとこからちょっと顔を出して様子を見に行きましょう。さあ、着いたぞ。ちょっと待って、普通にいるし、やばいな。やめよう。ちょっと移動しよう。あんま分が悪いぞ、あの場所的にも。ちょっと逃げます。無理に戦う必要はないんでね。まだ8人いるし。いや、めっちゃ撃たれてる。逃げろ。さあ、ランダム回避運動するんだ。逃げて。いや、危なかった。
さあ逃げ延びたんで、またはい、結構遠いな。結構遠いけど、まあ、あの家らへんかな。家の周辺らへん。行きましょうか。さあ範囲が狭くなっていく。残り7人で。まあ、装備的にはね、結構いい装備してるんで、狙えるんじゃないかなとは思うけど、どうか。さあ、外から回って、安全地帯に入っていく。うわ、怖いな。あ、ここに、この丸いところ。これ何？これ木か草かわかんないけど、この丸いファンタジーチックなオブジェの後ろに隠れて、やり過ごしていくぜ。敵がな、ほんと見えないんだよな。全然見えないっすね。どこにいるのか。残り6人。敵は5人。パーティーか？パーティー相手にするのはきついぞ。ホグ。ああ、なるほどね。近いね。あの建物の後ろに、裏に行くしかないな。おっと、一人減って、もう一人、すげえな。同じ人に倒されてるよ。さあ、残り25秒なんで、あそこの風車のね、下に移動しますか。まずは。さあ、時間が切れて、範囲縮小とともに動き出す。左側？あ、なんかめっちゃ音聞こえてくる。めっちゃ音聞こえてる。さあどうだ？ここに来て安全地帯。ちょっと後方警戒しておきたいね。残り4人なんで、敵は3人か。ワンパーティー、そろそろか、そろそろ全員ソロのどっちかな。うわぁ、緊張するなぁ、これ。ここまで来たの初めてだ。まぁ、ちょっとね、スキルのランクが低いんだけど、まぁ、あんまり関係ないかな。あ、音聞こえる。なんだ、これ何の音かわかんねえな。なんか、技使ってんのかな。さあ、範囲ちっちゃくなる。どうしよう。範囲の外で、ポーションを飲んで一回回復して、ちょっと、範囲の外、バリアの外から攻めていくみたいなね。ちょっとトリッキーな感じでいきましょうか。絶対その辺にいるんだよ。こんだけいたら。範囲の外ね、見る人なんてあんまいないんで、そこを逆手に取って、回復をして。さあ、回復が終わった瞬間に飛ぶ。あっつがいる、入れる。目の前にウォリアがいるんで、さあ、ストーンスピアで撃っていく。さあ、どうだ、おし倒した。フリーズ使って回復して、で、リロード。20秒あるんで、ゆっくり、落ち着いて、ニワちゃんを撃っていく。よーし、バカバカ言ってんな。ほらほら。よし、倒した。で、おっと、他のプレイヤーも倒されたな。1対1。あ、ちょっと待ってね。あの、家の奥にもいなかったか。気のせい。違うか。ちょっと、後ろを一応見ておいた方がいいけど、もうここにいるわけないか。ここにいるわけないな。おお、さあ、怠慢だぜ。いや、でも、パーティーとぶつかんなくてよかったな。2対1だったらだいぶきつかったもん。さあ、範囲が狭くなっていく。うおー、めっちゃ狭い。おお、音聞こえるよ。うわ、いたし。あの家の中が。なるほどね。あれ、これ、円の縮み方的にこっちの方が有利じゃないか？うん。あの家そのうち範囲外になるぞ。
いや、絶対なるよね。こっちの方が位置的に有利なんだけど、中心にいるんじゃない？中心にいるとか、中心に簡単に行けるよ。わお、めっちゃ狭い。あ、いるね。いますね。さあ、スキル打って。ストーンスピア打ち込んでいく。さあ、出てこれないように。姿が出てこない。まあ、手前にいるよね。どうすっかな。いや、でも、これ、範囲迫ってきたときに有利になるのはこっちなんで、落ち着いて、まあ、範囲狭くなるのを待ちましょうか。さあ、牽制をしていく。あ、いる。あの窓のとこにいるね。お、当たった。頭当たんのかね。当たりましたね。当たった。はい。結構ダメージ当てたぞ。で、範囲が狭くなってくるんで、さっと真ん中に移動する。ここじゃあ、こっちも当てれないな。攻撃は当てれないっすね。おっとこれどうしたらいいんだ。これはどうしたらいいんだ。相手もこっちも壁隔てて来れないんだが、いるよね。出れないよっつってるよ、あいつ。お、出てきた。よし。さあ、出てきたところ、まあ、バリアの外に、だからこっちが有利。ストーンスピアで打っていく。よーし、ニワトリになって、ニワトリをサクッと倒して、おー、優勝したね。いやー、倒したわ。8キルして優勝でございます。いやー、このね、武器使いやすいわ。やっぱりこの、まあ、やっぱりつか初めて使ったんだけど、この武器がすごいなんか使いやすいっすね。はい、そんな感じでレルムロイヤルプレイしてみました。まあ、今ね、無料期間中なんでね、よかったらやってみてください。はい、以上です。めっちゃバチバチいってる。あー、次スクワットでもやってみようかな。